中村倉之助大正5年3月30日は、日本の海軍軍人。海軍大学校長、数密顧問館、死者陽明和は武士院。金丸孫七郎の次男だったが、中村家の養子となる。佐賀藩主、鍋島直政の推薦で、安政3年、20歳で、長崎海軍練習所へ入所し、卒業後には、三重海軍所で、 佐賀藩海軍型助役を務めて海軍力の発展を促す。慶応4年に母親戦争が勃発すると欧州方面へ出陣し、北越戦争に参戦して旧幕府軍を追悼。明治2年3月に新政府軍艦朝日丸の艦長に任命されると4月には品川沖を出港して江戸地での函館戦争に参戦した。しかし、 箱館総攻撃の5月11日、旧幕府軍艦、半両丸の砲弾が、朝日丸の火薬庫を直撃し大爆発を起こす。中村は、奇跡的にも英国船、パール号に救助されて、一命を取り留めたが重傷で、副艦長夏秋、又野スケイカ50人余りの乗組員を失った。同年が秋、慶応義塾に入り、英学を学ぶ。 母親戦争時の勲功により、明治3年に海軍中佐、明治5年には海軍大佐に昇進。海軍兵学寮校長を合計5年間務め、早々時の海軍兵学校教育にあたる。この時期の生徒が山本本兵や上村彦の長らである。明治10年の西南戦争でも勲功があったため、海軍中将に昇進。あと、 海軍大学校長や数密顧問官も務める。1905年10月19日に退役した。日清戦争直前、海軍軍令部長を務めていたが、真の北洋艦隊の戦力を高く評価し、徹底した非戦派であった。そのため、海戦派であった山本兵衛に軍令部長を解任され、河山助則と交代させられた。この出来事は、 早々期の海軍にあってに大勢力であった佐賀藩出身者の薩摩藩出身者への敗北であったと言われる。なお、中村の海戦に対する慎重な態度を評価し、対米海戦に反対したのが佐賀海軍の後輩、百武言語である。大正五年死去、去年八十。ありがとうございます。